ダイアナさんは神聖な水も売ってるかな？はい、ありますよ。必要ならカタログに登録しましょうか。売ってた。うん、お願い。わかりました。でもちょっと高いですが、大丈夫ですか？どんくらいだろう。今、ルナコイン、ほぼ持ってない気がする。具体的に、いくらする？声が震えとる。ルナコイン150枚です。ルナコイン150枚だと依頼何回達成すればいいんだ？高っ！とても貴重な材料ですから仕方ありません。めっちゃポーション作んないと買えないじゃん。その、ツケでいいかな？ツケですか？どうしても今その材料が必要なんだ。ダメかな？お金は必ず返す。主催魔女が担保になるよ。そんなこと言って大丈夫？じゃあ主催魔女のサインよとか言われない？担保は無理だ。でも保証ならできる。あ、そっか。一応ね、バージルが帽子を通して主催魔女が喋ってるっていうのを演じてくれてんだよね。少し考えさせてください。大丈夫かな？こういう時、三流の商人は断るだろう。二流の商人ならこのまま同意するはずだ。じゃあ一流は？もっと大切なもので交換させる。このチャンスを利用して、もっと大きな利益を得る。これダイアナさんにも聞こえるように言ってんのかな？それはちょっと怖いね。よし、決めました。判決はいかに？先に神聖な水をお渡しします。代金はツケでいいんです。なんで怒ってんの、エリーちゃん。よかったじゃん。ツケになったよ。それだけ。そうですけど。二流だったね。失礼すぎる。ツケにしてもらった上で、二流扱いですからね。大物だわ、この子は。こういう時、普通は一流が出てくるだろう。かわいそう、ダイアナさん。はて、何のことでしょう。じゃあさっきの会話は、ダイアナさんには聞こえないように話してたんだな。気にしないで。じゃあ本当につけていいのか？ええ、普段はお断りですが、エリーさんは私にとって大切なお客様ですから。お急ぎのようですから、今回は特別につけにしますよ。なんかとっても大事なお客さんになってた。知らない間に。なんかしたっけ？そこまでのことしたっけか。神聖な水。かすかに青い光を含んだ水。花の香りがほのかに漂う。なんかあっさり手に入っちゃったな。まあ、ルナコイン150枚の付けはできましたが。わあ、ありがとう。その代わり、エリーと主催魔女様の担保。保証だ。保証を信頼してお渡ししているから、私の信頼を裏切らないでくださいね。もちろんよ、心配しないで。お金は必ず返すから。わかりました。では、ご利用ありがとうございます。あ、手に入ったわ。付けにしてもらって。ルナコイン150枚。どっかで支払いできんのかな？雑談は？この村にパン屋はないですか？パン屋さん、まだないよ。そうだね。あの、胡椒をやたらかけてくるレストランしかないです。まだですか？そういえば、言い忘れていたけど。この村は茨に破壊されたせいで、村人たちがみんな出てったの。あ、そうだったんですか。ダイアナさんは村の方までは行ってないのか。だから今、茨を退治して村を再建しているところだよ。すごいですね。そんなことはない。でも、なんでパン屋さんのことを？私の趣味はすべての村の甘いものを食べてみることです。この村の甘いものを楽しみにしていたのですが、とても残念です。甘党だったか。昔はこの村にもパン屋さんがあったよ。
なんで知ってんの？え、住んでたのかな、エリーちゃん。小さい頃とか。パン屋が再建されたらあなたに教えるね。ありがとうございます。ぜひそうしてください。え？なんか時々、ね、この村のことすごい知ってるようなことを言うけど、住んでたのかな？あ、今ルナコイン24枚しかないや。これは相当時間かかるよ。で、白チョーク1本25、ルナコインだもんね。これ大事にしないと。じゃあサイドデリバリーポーション、何かな？見てみましょうか。あ、呪い解除キャンディー2個だったら作れるね。これは受けとこうか。ルナコイン稼いどかないとね。受けとこう。じゃあアウレアさんにも聞いてみようか。ガーガードリ、アウレアさんだったらガーガードリを撃退するアイテムとか売ってくれるかもしれない。それは私にもよくわかりません。ダメだった、アウレアさんではないと。行商人をやっているといろんなことを経験します。一番印象的なことは、呪われた猿の木彫りを売ってくれたおじさんですね。めちゃくちゃ根に持ってるじゃないですか。それは確かに特別な経験ね。冗談ですよ。ある時期を売るおばあさんがいました。そのおばあさんは市場の片隅で手作りの時期数個を売っていました。たまたま通りかかった時、そのおばあさんと目が合ったのです。そのおばあさんは目を泳がせ、不自然な笑みを浮かべました。私が彼女の売っている時期をよく見ました。その時期は今でも覚えていますよ。細長くて花びらのように広がった口が特徴的な白い水瓶でした。ほのかな青い光沢が神秘的な雰囲気を醸し出して、瓶を飾る魚も生き生きとしているように見えました。このような水瓶は見たことがなかったから、私はすぐに惹かれました。手持ちのソラリス金貨、またそういう金貨もあるんだな。あれ？じゃあアウレアさんと取引している金貨がソラリス金貨っていうのか。ソラリス金貨を全部出しても買うと決めた私は、おばあさんに値段を尋ねました。いくらだったと思いますか？ソラリス金貨1枚で水瓶10本買えるだろう。そんなに高価かな、高価そんなに高価な金貨ってことは、アウレアさんと取引してるの時に使う金貨とはまた別なのか。金貨の1枚や2枚を渡したら受け取ってくれたかもよ。おばあさんが出した値段はエークス銀貨2枚でした。もう知らない通貨がいっぱい出てくる。エークス銀貨、じゃあ私の靴より安いじゃないか。そうですよ。それはラッキーすぎるだろう。私は怒っておばあちゃんにこう言いました。ソラリス金貨12枚だ、それ以下なら絶対に買いません。私の住んでいる家より高いよ。すごい高価なんだろうな、ソラリス金貨は。それでどうなったの？結局買えませんでしたよ。なんで？あのおばあさんはこの水瓶は子供が泥遊びで作ったようなものだ、エークス銀貨2枚以上の値段では絶対に売らないと返事しました。あのおばあさんは素晴らしい両手を持っていますが、見る目は全くありませんでした。でも残念だったよね。いい儲け話だったのに。そういう感じじゃないよね、アウレアさんは。高すぎてはダメですが、安すぎるのも絶対にダメです。いいものにはいい値段がつくべきです。これをね、いつも言ってるからね、アウレアさんは。ポリシーなんだろうな。私、
価値の測り方も知らない人とは絶対に取引しません。安すぎるのもダメだね。確かに自分で自分の作ったものの価値を下げてしまうのは悲しい話だよな。雑談、いちごはお好きですか？いちご好きだよ私。そうだね、うん、大好きだ。大陸の北東端のジャングルにはアイスストロベリーという果実があります。冬の晴れた朝には枝先で露のように結晶化します。指の爪ほどの大きさで銀の玉のように見えますが、口に入れると冷たい甘さが一瞬にして体に染み渡ります。冷たい果物ってこと？美味しそう。わあ、きっとすごく美味しいよね。アイスじゃん、もう冷凍ストロベリーだ。同じ重さの黄金よりも高価ですが、それだけの価値はあります。食べたことあんのかな。ちょっと大げさじゃないか。一度止めてみればその考えも変わるでしょう。ということはアーレアさんは食べたことあるんだな。へえ、そんなものもあるんだ。ファンタジーだな本当に。いや、こういう世界観好きなんすよね。じゃあアウレアさんのポーションのクエスト受けましょうか。何これ、咳止め、あ、咳止めキャンディーだったら作れるよ。スマイルバブル手に入ったからね。じゃあこれ受けましょう。金貨240枚か、いいね。じゃあこれを受けといて、ショップは今ね、金貨全く持ってないからね。まあ、特段欲しいものはないか。じゃあ、ガーガードリはアウレアさんではなかったから、村の住民に話を聞いてみましょうか。メインメニュー。もちろん、100年以上前から煮込んでいるシチューが。それ何？秘伝のタレみたいな感じでさ、煮込みながら、突き出してるシチューなの、それ。嫌だな、なんか。なんでしょう。ついな、大丈夫かなそれ。じゃあガーガードリについて聞いてみようか。あの頭のおかしい鳥を避けるのが一番だ。どうしてもあそこを取らないと。シチューでも食べて少し考えさせてくれ。わあ、美味しそうだ。それ100年間ずっと継ぎ足しで作ってる秘伝のシチューだよそれ。大丈夫か。金貨30枚？え、何？情報量？あ、違う、支柱代か。ガーガードリを通るだろう。どういうこと？食べる食べない。え、ガーガードリの横を通る方法を教えてくれんの？金貨ないですけど。金貨ないけど食べるって押すとどうなるかな？食べる。支柱の値段がないね。あれかな？金貨30枚がないってこと？ああ、金貨30枚ないとアルデンおじさんからは情報もらえないんだ。金か結局。あ、お昼ご飯食べてる。かわいい。突撃隣の昼ご飯。ちょっとすいませんね、お昼時に訪問しちゃって。じゃアネットさんからも聞いてみようか。ガーガードリ、よくわからない。アネットさんは知らないと。ちなみに自分のお話とかある？ラブルは湖の向こうにある小さな森の中のクモの巣にくっついていたのか。そうだね。めっちゃ引っかかってたな。クモの巣に引っかかりながら寝てたからね。うん、クモの巣にくっついてたの。それをラブルから聞いたのか？ラブルからは聞いていない。じゃあなんで知っている？似ている。わしらは不思議なくらいに似ているのだ。っていうことはアネットさんもクモの巣に引っかかったことがあるのか？え？わしも子供の頃はよくあそこで迷子になったものだ。そしてリサ、リサ、新しい人物だな。リサはいつも
蜘蛛の巣にくっついたわしを助けて家に連れ戻していた。リサ？リサって誰？リサはあなたが今住んでいる魔女の家にかつて住んでいた魔女。今のところきな臭いと思ってるけど、前に住んでた魔女、優しい人だったのかな。子供だったわしがトラブルを起こすといつも助けてくれていたよ。今のあなたとラブルのようにね。ちょっと前に住んでた魔女のいい話聞いちゃったし、名前はリサって名前なんだ。その人が茨を生やしたのかと思ったけど、そうじゃないのかな。俺はまだわからんね。雑談は？あ、ちょっと雑談聞きたかった。何これ。ラブルは小さい頃、好き嫌いが多かったから、野菜をみじん切りにするのが習慣になった。今も小さくない？今も十分小さいと思うけど、本当に赤ちゃんくらいの時の話なのか？雑談雑談。お茶が飲みたいならラブルのところに行ってみて。あ、それだけか。ありがとう。じゃ、ラブルは？あ、ごめんね、お食事中。あ、ラブルどこ行くの？ちょ、待って。どこにも行かないで。ちょ、待って。ガーガードリについて教えて。あ、どっか行った。僕は知らないよって言いながら出てった。あれだね、話しかけてる時も、さあ、後ろではリアルタイムで、キャラクターが動いてんだな。もう家にはいないラブルの脳内に直接語りかけましょう。じゃあ自分の話。お茶を入れるのは楽しい。でも僕は苦いのが苦手。雑談は？なんだか今日はすごく楽しかった。まだ午前中しか経ってないけど、そんなにいいことがあったのか？あ、特になんもなかったね。そっか、じゃあ、ガーガードリについては、アルデンさんに金貨30枚を払わないと情報もらえないんだな。まあでも、ストーリーは進んだよね。まずは、お金を貯めろということだ。あ、何やってんの？変な歩き方しながらどっか行ったけど、ラブル。不思議ちゃん、何もないとこから急に現れた。え、消えた。え、私もラブルのことがわからない。退却。じゃあ材料が揃ったので、この咳止めキャンディー作ってみましょうか。焼いたパンプキンドッグの毛。これはね、以前焼いといたんですけども、スマイルバブルエキスも用意しました。これを、2つ入れて、火力クラス2、お玉時計回り、みたいです。焼いたパンプキンドッグの毛と、スマイルバブルエキスを1個ずつ。で、火力は2で、お玉は時計回り。これでできるかな？はい。これで初めて咳止めキャンディーできたな。これワンチャンさ、急げば、アウレアさんのとこ間に合うんじゃない？持ってってみようか。ほうきで飛ばせば間に合うんじゃないでしょうか。おらー！おらー！操縦が難しい。おらー！待ってろー。いた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 、間に合った、間に合ったぞ。咳止めキャンディー1個作ったので渡しましょう。これで金貨240枚だね。やった、引き渡し完了。金貨240枚、ありがとう。これで金貨が手に入ったので、アルデンおじさんに情報をもらいに行きましょうか。じゃあアルデンさんに情報をもらいましょう。シチューでも食べて少し考えさせてくれ。美味しそうだ。金貨30枚だ。金貨30枚くれれば本当に情報くれるんだよね。
ガーガードリを通るだろう。じゃあ食べます。あ、食べるっていうか買ったことになってるのか。シチュー、体力110回復。アルデンが作ったシチュー、中に何が入っているのか不明だがすごく美味しい。100年間、継ぎ足し作った秘伝のシチュー。全く聞こえない人間でない限り難しいな。お前は魔女だろう。俺に聞く前に何か思いつくべきだ。土星論。それだけ？待って、そんなポーションないかな。結局ポーション。金貨30枚でシチュー買ったのに。シチュー持ってるんだ。まあでも体力はね、そんな減ってないから今のとこ困ってないかも。あ、特にメインとか更新されてないな。そうですか。あ、明るくなったお店が。これは魔女の家に行ったら何か思いつくパターンかもしれないな。じゃあ一回帰ろうか。魔女の家帰ってきたけど、特に何のイベントも起こらない。すでに覚えてんのかな。特に新しいレシピは覚えてなかったので、明日またガーガードリのところ行ってみましょうか。そしたらね、新しいレシピ覚えるかもしれないです。とりあえず夜も遅いので素材を取って今日は寝ようかな。